続いてのお題はこちら 689g を分かりやすく例えてくださいはいりんご2個はいスマートフォン3つぐらいはいショパン一軒にジャブたっぷり塗ったやつはいお寿司27缶分はい3445カラットのダイヤ皆さん伝わりにくいですよ 689g のパソコンがあるじゃないですか FMVUH10 です高性能で超軽量可能性が広がる FMVUH10 東京浜松町文化放送のスタジオからお送りしております田村敦氏のニュースクラブ田村敦氏です弁護士の島田さくらです文化放送アナウンサー砂山慶太郎ですここからはゲストコーナー今週のすごい人本日のゲストはコラムニストの小原ブラスさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますでは、えー、ブラスさんのプロフィールの紹介島田さんお願いしますはい、えー、ブラスさんはロシアのハバロフスク生まれ 5歳の時から兵庫県姫路市で育ちます。見た目は外国人、中身は関西人というインパクトに加え、めんどくさい、ひねくれ者と評されるほどの独特の視点を生かしたコメントが魅力的でいらっしゃいます。ゲイというセクシャリティをオープンにしており、幅広い層から支持を集めます。コテコテの関西弁で、ライトな話題から政治、社会問題までを鋭く切り、注目を集め、テレビコメンテーターとしても活躍。コラムの連載を多数持ち、 外国人の目から見た日本の疑問点や違和感を率直に綴っていらっしゃいます。そして2022年から一般社団法人外国人の子どもたちの就学を支援する会の理事長に就任されています。よろしくお願いします。お,お願いします。タレント活動を始めるきっかけはそもそも何だったんですか。なんかあのー。 そもそも昔、うん、もっと高校生ぐらいの時にニコニコ生放送っていうのが流行っててそれをやってたんですよ。うん、で、まあ、その頃に、まあ、結構ありがたいことに視聴されたりとかして、うん、まあ東京の方に出てきてなんかラジオさせてもらったりとかいろいろやらせていただいてたんやけども、うん、なんかまあある時から まあちょっと、うん、やっぱ、誹謗中傷じゃないけども、やっぱそういうコメントにまだ慣れてない時期でもあったから、うん、だんだん離れて表に出んようになっていって、うんえー、普通の仕事で会社で働いてたんですけども、うん、まあただ SNS、まあ、Facebook とかで、いろいろああでもない、こうでもないっていう、なんか書くのは好きやったんで、うん、それを書いてたら、まあ、前の事務所の、まあ、マネージャーの人にスカウトというか、あの、今、産経デジタルの方で、うん、だから、 コラムの枠があるから書きませんかって言われて<ー>で、それで、まあちょっとコラムやったら書いてみてもいいかなっていうのが最初でしたね。<ー>うん、じゃあ今みたいに、じゃやろうやろうと思って前向きな感じじゃなかったんですね。そう。なんかやっぱ前人の前に出て発信するのは、 嫌いじゃないけど、うん、批判されたりするのはわがままなことに嫌いっていうまあそうやっぱり全面焼きに何も、ね、何もかもちやほやされたいとしか思ってなかったので <laughs> そうはいかないから <laughs> まあなんかいやなと思ってたけども、うん、まあでもやっぱ何も発信しないのは発信しないでなんかこう心にこうずっとこう溢れるものがあるから、うん、発信はしたい人間なんやなとは。 思いますね。そうで、最初に。 そのコラムであった枠が外国人が見る日本っていう、うん、あのタイトルというかそういう枠のコラムやったんですけど僕5歳からあの日本にいるっていうので外国人から見た日本の視点ははっきり言ってゼロだった。<laughs> そうね。そう。まあ、記憶たどる方が難しい <laughs> そ,うそ,うそうなんですなので、まあ、空想で知事を書くわけにもいかず <laughs>、まあ、何をやったかっていうとあの大学とかに行って外国留学生がいる寮とかに行ってごんかご飯 おごったりとかしてお話をして。えー まあ日本についいいててどう思うう思かっていう話を聞たたりしたんですよ、うん、ですると外国人の人って日本の人に何か聞かれた時あの基本的に日本の人に嫌われたくないし、うん、まあそんな喧嘩もしたくないから、うん、基本的にはもう日本のここもいいしここも最高だしこのご飯も美味しいしっていいことばっかり言うんですけどもうん、うん、僕が行くと意外とこう悪口じゃないけども<ー>ちょっとこう仲間意識的な感じで心許,して、ね、心許して本音で言ってくれるようなことがいろいろあって。<laughs> うん それを僕はまるで自分の目線のように <laughs> 記事にしてたんです。<laughs> そう。で、それがなんか意外とあ<ー>あのバズったりとかして。でもちゃんとね、足で取材してますからね。うん、そう。一応嘘は言ってないんですよ。嘘っていうのはまるで僕が経験したことかのように書いてたっていうのはちょっともう今となっては申し訳ないんですけども。<laughs> そう。で、それで、まあ、いろいろお声掛け、 いただくようになって他ののコラムの枠とかも、うん、でだんだんやっぱちょっと目立つっていうのはちょっと気持ちのいいもんやなって改めて思うようになって <laughs>、うん、テレビににも出たたいななっって思うようよんですよですそうすると<ー>なんかやっぱオファーがあるテレビって、うん、名前の前に国旗が来るような何日、はい、あんなんばっかりやってでそのある時そのワイプで抜かれてる時に「 映像を見てうんうんってやってたらディレクターさんにもうちょっとこう外国人っぽいリアクションでもいいですかって <laughs> 言われてどう無理やわって,思ってそもうそういう仕事はやめてほしいって言っていろいろ迷走しましたねしばらくはラジオネームトムさんから、えー「日本の違和感や疑問を発信していますが最近気になったことありますか?」この間 街歩いてたら外国の人に声かけられて、うん、でよく英語わからへんから「なんかあなたはなんかここに住んでますか?」って英語で言われて。<laughs> えー でででも今ちょっっと英語のドリリンゴててアプ練習しるんすよだから「イエス」って言ったらちょっと細かいこと聞いてきたから「イャンスピキングリスシュ」って断ったんですけど何でかんだロシアの人やったんですその人がたまたまってなってロシア語で会話したんですけど日本はは車が左側通行っいうの分かで歩道を歩いてたらやたらと人とぶつかる歩道も左側通行なのか右側通行なのか歩いてどっちなんっていうのをすごい聞かれて僕はでもそんな考えない たこともなくてない、うん、気にしたこともなかったんで一応答えたのは、うん、その日本っていうのは特にそのルールがどうって考えるよりも先に目の前の人がやってることを真似するのが一番いいっていうノリやと言って答えて、うんうん、でももう家帰ってずっとモヤモヤしてたんですけど、うん、ネットで調べるとどうやら歩道は右側、うん <え>が正解ららししいいんですよそう,そうらしい僕もなんかあの、ある駅で降りて左側ほど歩いてたら、歩くのは右側だってすごい、おじさまに怒られたことがあ,るあ、えー、そんな怒んなくてもいいでしょうと思いましたけど。<laughs> 小学校の交通教室で習いま,ました習いましたえー、ですか歩くのは右、自転車は左。えぇあれ 俺教わってないもん。ね、だって、そんなの、なんか、あの、避けながら歩くみたいな。そう。ね。ぶつ<え>からないように歩くでしょ。う,うん。ある程度距離を置いたりとかね、人と。 まあでもなんかそ,のそれを聞いて思ったのはやっぱ日本の人って今外国人いっぱいこう旅行者とかがいるからなんかこうガイドブックを作ろうとかいろいろこういうゴミの捨て方を教えてあげようとかいろいろこっちから何かを教えてあげようって思ってることっていろいろあるけども案外本人らが気にしてることって自分たちが一回も気にしたこともなかったような想像もつかないようなところを気にしてるんやなって。 俺たたちの当たり前が理解できないいってううねそななんですのでやっぱこういうのって一回もうぶつからんとどうしようもないんやなって、うん、ちょっとこう諦めちゃダメやけども、うん、絶対ぶつかるのはぶつかるんやなっていう, <laughs> もうやっぱ諦めるところが出てきました。うん、<laughs> そっかでもそんな不安を抱えてるとかやっぱ分かんないもんねなるほどでで今日はですね。 あの日本育ちの外国人タレント事務所を設立したっていうこれはあの小原さんんが設立したでですすそうだからまあタレント活動するようになって、まあ、事務所に所属してたけど自分で事務所を作ろうと思ってそうへ<ー>なぜかというとやっぱり国旗が前に出るような、うん、やっぱお仕事ばっかりになっちゃうしでそ,のタレその事務所の名前もあのオールモスト・ジャパニーズほとんど日本人っていう、うん 名前タイトルにしてて、うん、その今までの外国人タレントみたいな枠ではなくて、うん、ちゃんとこう名前で出れるというか、うん、もちろんあの名前で出てる外国人タレントさんいらっしゃいますよ、うん、デーブ・スペクターさんとか、うん、パックンさんとかいろんな方いらっしゃるんやけども圧倒的多数はやっぱり再現 VTR であったり、うん、あのさっき言った <laughs> <laughs> そ,うそういうお仕事ばっかりになっちゃうモデルとかそういう。<ー>そうでははなくて、まあ、これからは まあいろんな外国の人が増えてきて、うん、多分日本に住む見た目だけは外国人やけども、まあ、中身はほとんど日本人みたいな自分と同じような人ってたくさん出てくるだろうから、うん、そういう人がアイコンになれるような人、うん、あのそういうタレントさんを集めてあのメディアとかでも活躍できる場を作っていきたいなって思って作りました。ね、島田さん増えそうですもんね そうですね、えー、やっぱ日本もどんどん外国人の方、まあ、観光にも来るし住む方もいっぱいいるので、うん、そこで確かにこの国の人だからって。 っていう目だけじゃなくてその人のキャラクター自体を見たいっていうのもありますよね,ね、うんまあ、あと長いこと日本に住んでると自然と身につけれることがあって特に外国人は、うん、何か日本とかについて物申したりとか何かを言った時に、うん、基本的にじゃあ国に帰ればって 言われるる構図があるんですねそんなにこの国のこと言うんだったらみたいなもちろんもう子供の時からいるから生活基盤もあって日本がね嫌いで何かを言うとかじゃなくて、うん、普通の日本の人と同じ感覚で例えば最近の政治問題であったりとか、うん、全く同じ感覚でよりよく日本をしたいなっていう 気持ちで言ってるけどもまあ、嫌なら帰れっていう話になっちゃうから<ー>やっぱ言う時にどんなことでもまあこういう背景があるんだろうけどねとか、うん、まあこういうこともあこういう歴史があったからそれもある程度理解できるんだけどねっていうフォローの言葉を入れることがうまい子が多い。<ー>うん、で外国人に対しても日本の人が合に言っては合に従えって言うよりも、うん、この顔で。 日本はこううやねんんんでっってていいのを言った方がななかすんなり聞いてくれるだからお互いにまあ日本人に向けては言葉選びがちょっとあの上手にできるし外国人に対しては見た目であのすんなり説得力を持たせられるっていうのでなんかこう緩衝材になるような人たちっていうのはこれ,これからそういう人たちは必要やなとは 思確かにねだって間に入ってくれないと、うん、コミュニケーションどうやって取っていいか分からないっていう人すらいるぐらいだもんね。そうそうやっぱ本音でも話し合わないじゃないですか、うん、やっぱ建前上で話すかっていうふうになっちゃうんで、まあ、それと、うん、あとは、まあ、オールモストジャパニーズっていうのも結局まあ見た目が外国人で中身が日本人だけではなくて、うん、もう一つ意味があって、まあ、日本人としてあるべき姿って、うん お,およそいいいいい人やっっったらいいんじゃななて,ててて思んかはっきりと日本人たるものはこうだみたいな決めつけて正義を振りかざすのではなく、うんまあ、悪いことしてなかったら別に日本人としておおよそいい人だったらいいんじゃないっていうその日本人像をもうちょっとオールモストというかアバウトにもうちょっとしたいなっていうので、まあ、そういうようなタレントさんも今いてくれてますね。<ー>でも日本人とは何なのかって,分かって ってないのにそういうこうカテゴライズしたがる人は、まあ、なんか分かってないのにカテゴライズしてくるからその理屈が通らないみたいなことよねもうちょっとその日本人にもグレーゾーンというか、うん、本来誰でもあるんですよ日本人だったらこの思想を持たなければならないなんてことはなくて。うん まあ、僕もよよく言われるんですよそのや,っぱやっぱり外国人だなって何かを言うと言われるけど<ー>多分同じ考えの日本人おると思うけどなっていつも思うんですよ。<笑><笑>そうだ見なんで日本逆にそれって外国人差別じゃなくてよく日本人差別というか、うんうん、日本人の思考に蓋をしすぎじゃない、うん、って思うから、うん、そ,そこが今のちょっと社会の。 まあ問題点というか、かさっきの。これは過渡期なのか、それとも日本という国はずっとこんなことで多種多様みたいなことを受けられない国なのか、どう見てますか もういよいよみんなの意見がまとまることはできないなって分かるように多分ここ2年ぐらいは特になってきた気がしてて、うん、これからは小さなコミュニティで分かり合う人たちで分かり合う場所場を作っていくっていう社会に多分なっていくから、うん、お互いにある意味では干渉しないんかそう多様性多様性とかっていうけども多様性っていうのが、まあ、自分の見せたい自分も 我慢せずに全部表現すること我慢しない社会って結構みんな思う人多いけども、うん、実は自分が受け入れられない価値観に対して我慢して目をつぶらなきゃいけない社会だったりもするので、うん、なんかそれがもうちょっとしたらわそう、ね、無理になってくると思う。うん、俺も本当そう思うんです多種多様っていう割には自分が認められないこととか自分が理解しないことも含めて認めてあげないと、うん、これだっ,だっていろんな考えの人がいるんだからね。うん そうやっぱりみんな SNS をやってると <laughs>、うん、やっぱ自分が聞いてて気持ちのいいものばっかりアクセスして取りに行って、うん、そしてあのそれを拡散してなんとなくムッとして気分が悪いものに関しては攻撃をしたり、まあ、あの拡散しない読まないっていう選択を取ったりとかってするんやけども、うん、なんかそれってジャンキーな食生活に似てて、うん、ジャンキーな自分が食べたいものだけを食べる。 不健康な情報消費社会になってるなとしたものも僕はちょっと積極的に聞きたいなってうん、うん、そのイラムかで攻撃しちゃダメなんだけどもあこれ今イラッとしてるのはもしかしたらなんか自分のなんか価値観みたいなのを広めてくれてる何かなんかもとかそういうふうに思いたいなって今は思ってるんでちょっと前までは。 みんなに気分のいいことしか言わなかったんですけども、うん、ここ一二年は僕はみんなをムカッとさせることを言うようになりました、ね、<laughs> ね<え>こ薬よって言って思ってることちゃんと言うってことだよね思ってることをちゃんと言う YouTube でもやっぱどんな YouTube をやったら一番バズるかっていうとやっぱりまあ日本のここがすごくて あのうちの国はどんだけ悪いかっていうことを取り上げると、うん、バーって盛り上がるのはわかるんですでもちろん僕、うん、日本のここがすごいっていう視点もあるんやけどもそこばっかりだとう,ん、うーんってなるからむかっとはされるけどもここはすごいけどここは僕は変えたいなと思うとか変えた方がいいと思うっていうとこまで言うような 心が今ちょっっと備わってきつつあるかあーだから昔の二行ドのブラスさんとはまた違う。変わっなんかそれはやっぱりいろんな価値観に対して特にウクライナの戦争が始まってから、うん、全ての人が納得をいく意見を言おうと。 してたんだけども、うん、無理だというあまりにものを多くの意見に触れて、うん、無理だということが分かったので自分の心から思ってることと、まあ、なんか変に芸語ばっかりしないって、うんうん、やらんと自分の身も持たへんなって、ね、思ったんでいつも顔色を伺うような人生になっちゃうもんね、うん、そ,うそうじゃないとそうとかは、うん 僕のために全部言ってるんですよね、うん、僕が日本でこれから生活しやすいこの日本という国が平和であってほしくて平和で住みよくて、うん、あの治安もいい国であってほしいからこそ言ってるんやっていうことは伝えたいいなとは思いますすけどねね、うん、軸ですよ、ね、自分軸があるか、うん、そうじゃないかその他人軸で思考回路が回ってる人はなかなかそうならないから<う>人のこう。 感情とか、ね、そのどんな表情で私の意見を聞いてくれてる,、うん、るかみたいになっちゃうから面倒な自分の一面もあって、うん、ブレることは嫌いじゃないんですよ。 ぶレ <laughs> たっていいじゃないですかそうやって意見が変わるっていうこととかはまあ人が成長することやから、うん、意見が変わったら堂々と変わったって言って、ね、変わった人に対しては別に必要にお前前昔こんなこと言ってただろうって問い詰める必要はないなとは思う多いけどねそういう人う過去の発言とって昔と違うみたいな <laughs> それ昔と違うよ、ね、<laughs> 成長してんだから。<laughs> ここからすごく気になるんですけどこの外国人の子どもたちの就学を支援する会この会を立ち上げてで理事長として活動されてるってことですけどこれどういう団体になるんですかこれは日本に、まあ まあね、僕は別に移民肯定派とか移民をもっと受け入れようっていう考えとかではないんだけども、まあ少なくとも今日本がそっち側に舵をもう切っている状態にある中で、まあ外国の人たちが日本に まあ移住してあの働きに来たりとかするときにやっぱお子さんを連れてくる方も結構いらっしゃって、うん、で外国の,その子どもたち日本の学校に通うと、まあ、もちろん言語の問題とかあのがわ、まあ、からないというのは教育を受けれないんですよね。うん、日本の子供の子親に対しては 義務教育子どもに教育を受けさせる義務っていうのはあるんだけども、うん、外国の子どもたちに対しては実はその義務っていうのはなくてで多くの人は何だろう多くの人とまではいかへんけども移住して日本で働きに来るような人って インターナショナルスクールに子供を入れるほどの財力がもちろんないんですよ、うん、で学校日本で普通の公立の学校に行けるよって言って来てるんだけども、うん、なまさかここまで馴染めないとは思わなかったっていうので結局 当時団体にの理事長になった当時は2万人ぐらい、うん、あの国内で教育を受けてないあの子どもたちがいるとでこれヨーロッパとかを見てみると移民問題って第1世移住してきた人たちよりも実は第2世であったりとか、うん、そういう人たちがあの教育格差によって犯罪に走らざるを得なくなったりとかっていう、うん、そういう問題があるんでこれって日本もこのままやったら ヨーロッパと同じ道を歩んでしまうな要は子どもたち学校に行かなかった子たち同士で、うん、あのシンパシーがあってで、まあ、ある意味ではギャング化のような、うん、あの集団ができてきて実際にそういう団体って結構できてきて,るんですできて,きてたんですよ。うん、なんでやっぱ外国人の子どもたちあの今来てる移民の方へのどうのこうのよりもその子どもたちへの支援もピンポイントに教育支援しないと。うん 将来安全じゃない国になっちゃうのは僕にとっても良くないことなんでそういうことでやってることは、えっと、今はオンラインで日本語をまず100時間一旦覚えたら日本語の小学校での教育っていうのが受けれるようになるんですよね。んなので一人100時間プロジェクトとかっていうのを立ち上げてあの100時間教育受けれない子にまずはみっちりと教える。うん、入り口のの時間そです それ以外では、今後ゆくゆくやっていきたいのが、その日本語を教えるだけでは言うて間に合わない。他の教科とか間に合わないんで、他の教科も同時に教えれるような支援もやっていったりとかっていうのをやっていきたいなと思ってます。うん、<や>うん、ただ結構ね、これはあの他にもやってらっしゃる団体とかっていうのは、日本にはいっぱいあって、うん、結構発信させていただいたのもあるのか。 減りました。教育受けれない子っていうのが、うん、ここ最近の調査だと今1万人ぐらいまで減っていると。半分ぐらい減っちゃう、ね。そうそうそう。まあただ家でも1万人いるからね。そうですね。うん、これから増えていくっていう可能性もあるので、この活動は続けていきたいなというふうに思ってるんす。うん、ブラスさん自身は来日されてどうやってこう日本語を覚えていったんですか。うん 僕は近所の公園のおっさんに教えてもらいました。<ー>あの公園でぼーっとしとったら、うん、こっちきいやって言って、関西のその。な、ちょっと。暇なおじさんいるじゃないですか。恋。そう,、ね、そうで、なんかこれは。なに、ベンチとか言って。<laughs> ベンチ。 まあ、ベンチって日本語なんかちょっと分からないけど <laughs> そ,うでそういう感じで言葉をちょっとずつ教えてくれてでまあ子供やったんでおっさんに関して結構そうあの大きなお世話が大事だったというか今やったらあんまりこうおっさんが子供に絡んだりとかするのちょっと危険だっていうのでよくないとはされてるかもしれないけども僕はめちゃくちゃたまたま 恵まれてたあとうん、うん、行く幼稚園とか保育園がなくて、うん、言語が分からへん子供受け入れれる子がいないっていうので,で僕が行った姫路にある兵庫県姫路市にある広峰保育園っていうところが、うん、僕の前に今漫画家で活躍されているカメルーン出身の星野ルネさんっていう方がいるんですけども、うん、その方を受け入れた成功体験があったんで。 まあいいよってその園長先生が受け入れるよって言って受け入れてくれてまあそこで子どもたちと絡んだりすることがうまくできたから本当にタイミングとあとは地域性が僕には合ってた。 から、ね、僕も当然みんなもそうなるんかなって思ったけどもやっぱ外国人に話を聞いたりすると、うん、どうやらこれってたまたまあの恵まれた環境だったんだっていうことが分かるようになってきて、ねうん、だから最初の100時間の授業をおっさんがしてくれてそで,でそれを受け入れてくれる <laughs> そ成功体験を持った保育園幼稚園に出会ったってことですか 恵まれてたんででもそそれを増やしたいってことねねうです、ね、う今の社会は特に大きなお世話おせっかいをすることがよくない時代とされてるから、うん、多分なかなかそうやって絡む人っていないからおせっかいをする団体じゃないけども、うん、あの時のおせっかいを自分がしていきたいなと思ってます、ね。なるほどね、うんえー でもすごいよねなんかそのタレント活動もしながら自分で事務所を立ち上げて、うん、でこの団体も立ち上げるって、まあ、なかなかのね島田さん、うん、そのこう行動力というかね労力も半端ないと思うんですすよよこれそうですよね、うん、でねもねあのやっぱ全部一人でやってるわけじゃないんで、うん、その,あの例えばこの団体に関してはあの。 なんていうの実際の先生を集めたりとかしてくれてる方もいたり、うん、あの教育を実際にやる人もいたりなんかいろいろ自分はどっちかっていうと立場的にはこういうことをやってますよこういう問題が日本にはありますよっていうのを発信するのが今の僕ができる一番のことなんで、うん、僕はどっちかというと発信をすることに、うんうん フォーカスしてるんで本当にいっぱいあのたくさんの人に手伝ってもらってますね。なるほどね。うん、でこれあのロシアがウクライナに侵攻した当日、はい、いち早くロシアに対する批判の声をこう YouTube で訴えたっていう、はい、これをやろうと思った時、どういう思いでこの YouTube をこう立ち上げたんですか。まあ YouTube は YouTube は元々やってたんですけど、うん、あのこの声、ね、動画をね上げようとアップしたのは。 うーんまあ、いろんなメディアにきれい事をたくさん言ってきました、あのうん、これまで。まあ、もちろんそのプーチンの侵攻に反対の気持ちもあるし、うん、これを言,わな言いたいというかもうそれはもちろん思ってることなんだけどもやっぱりえ言,言わない選択肢発信しない選択肢がそもそも与えられなかったというか何、うん、<う>か言えよって迫られたってことそううですね何も言わないっていうのは、うん つまりプーチンを支持してるんじゃないかという批判につながるんであるまあ何かは絶対言わなあかん、うん、し、まあ、それにみんな他の日本に住んでるロシアの人たちもどうしようって固まってたんですよね、うん、あの時は。うん、なのでこうやって僕のような人が言う人がいるんだっていうのを見せることによって他の人たちもあ、うん、言っていいんだっていう空気感を作りたかったのが一つと、うん、まあ,あとメディアに 積極的にあの当時はインタビュー受けたりしたんですけどもそれは反対の意思を持っているロシア人もいるんだよっていうことを日本の人にも見せたかった、うん、あの要は目の前にいる人が何々人だからといってその政府の思っていることを支持しているかどうかとは限らないから、うんうん 批判するのは別にいいんだけどもそれはその人の思想とか話をちゃんと聞いた上でやらんとあかんでっていうことを伝えたかった、うんねうん、つまり、うん、ある意味での日本の中でこの問題に対して多分僕は一方的に攻撃をされたらもちろんプーチン悪いと思うんだけども、うん、ロシア人だからといって攻撃を受けたらいくらプーチンが悪いと思ってても、うん、僕もしくは僕の家族に。 攻撃撃しした人には僕は僕反撃します、うん、それは自分の生きる自分が生きていることがやっぱ何よりも大事だし自分の家族に危害が加わらないっていうのは何よりも大事もちろんそれってウクライナの人とかからしたらそんなこと言ったらウクライナの人はされとんやぞっていうふうに言うのは分かるけどそれでも僕は人間なので、うん、そう反応しなきゃいけないえってか反応しますってなったらこれって日本国内で戦争 が起きるのと同じこ憎しみ合い憎しみ憎しまれるイコール攻撃を受けると向こうも憎しむというかちょっと言葉にするのが難しいんですけども憎しみの連鎖になってしまうのをまあ止めたいというか冷静に一旦。 もうちょっっっと冷静になって欲しかたでもその一斉があったことで、その日本国内にいるロシア人の方で、まあ、当然、プーチンさんを支持している人もいるだろうけど、うんはい、支持してない人もいるんだって、そのロシア人の中でもいろんな意見があるんだって発信してくれたことは、本当、心強かったと思うんで、ね、ブラッさんと私は一緒なんだっていう人がね、ちゃんと声、上げ始めたっていうそれはすごい言われましたそれでもやっぱり批判も受けるわけでしょ、それで。 りにされててねロシアっていうものを、うん、まあそれもあるしあとはそれ戦争を使って売名行為をしているとか、はあ、あの結局それを最終的には知名度を上げることによってお金を得るために戦争を利用してるんじゃないのかとか、うんまあ、あとはその批判するんやったら実際にロシアに行ってデモをしろとか、うん、そういう本当にいろんな意見がいっぱいありましたね。うんうん、で当時はなるべく どの意見にも向き合ってなんか、うん、受け止めて反応してまあいい人を演じてたけども、うん、無理になってきたんでやっぱ僕は言うて他の人が亡くなることとか戦争があるっていうことに対してはもちろん反対をするけども、うん、それを反対するために自分や自分の家族の命を懸けることはしませんっていうのは明言。 するようにな,りましたなるほどね。うん、これ今あのニュースもねちょっとなかなかこう回数が減ってきただけど状況はねうん、うん、ずっとこう進行は続いてるっていうこの現在の状況はどう捉えてますうん、うんうん、結局この反対の意見を発信したことは僕は間違ってはないとは思うんだけども。 ここまで伸びるとは思ってなくてで、まあ、この間にも毎日今も人が死んでて、うんね、でこの先もまだ死に続け続くく限りはそうなってしまうってなるとは、ね、今は僕は何を言ったらいいんやろうって、うん、あの分からなくなってきた。うん、例えば、まあ、ちょっと複雑なな話にはなるんですけども 他国への侵略ってて少しし前前まであの対戦前まででで対戦戦は防衛戦争とと受け止めることもできたんですよ、うん、要は他国が侵略してくる前に先に侵略しておこうとか他国が自分の軍事力を上回る前に制圧しようみたいな戦争って当たり前にあって僕もそれは良くないとは思うんですけどでもそういう歴史が世界にはあったと。 でそれを今絶対に侵略してはいけないぞというのってやっぱ核があるから成り立ってる議論。どんな国でもある程度核の傘に守られているから成り立ってる議論やなって思ったんですよ。で僕はずっと主張してたのはロシアは核があるんやから NATO がギリギリのとこまで来たとしても、うん、あの。 抑止力が核にあるんやから侵攻してその中間干渉主体を作ろうなんていう考えをすること自体がおかしいんだっていう意見もずっと言ってたんやけどもなんかだんだんこれって僕核を肯定してる発言をしてるなってこの戦争を通してもちろん広島長崎資料館とか見に行ったりもしてたけどもうんこの侵略を絶対にしてはいけない理屈 ううん、ちょっと核があるからっていうところにとどまってしまうとう、うん、なんかそれって本当に正しい発言をできてるのか、うん、これって核戦争に向かう発言誘導する発言に実はなっていってないのかとかなるほどいざ神社に行って境内で胸をに手を当て 僕が今これを主張するのが正しいと思ってますって神様の前にだんだん言えんくなってきた、うん、正しいとは思ってるんですけどでももちろんこれは侵略を肯定しているとかそういうことではないんですあってはならないしそれをなくすための理屈をまだ世界は持ってないことに気がついてきた核は俺も肯定はしないけど核を使 はないで、持つことで守るっていうことが今できるっていうのを知ってて、だからといって、じゃあこの国ではね、作ることもできなくて、アメリカ産の核のね、傘の下にいて、うん、だけど、それがあるから安全保障がね、きちんと機能してみたいな。う,ん、うん、だから肯定はしないけど、 じゃあみんなで一斉に核なくしましょうよつってってなくなるほどそんなに甘い世界でもないしね、うん、でもこの問題って全部多分究極的に極めていくと核をなくしてどのように抑止をするのかっていう話に全て行き着く世界情勢だと思うんですよ、うん、それを今何とかのラリクラリと具体的な根本的な話をせずに長引かせている ですけどもでも結論は出せないなと思うとう、ねうん、不用意に今僕は発言することがだんだんできなくなってきた、うん、考えれば考えるほど、うん、まあただ僕はやっぱりす,するべきではないし今すぐにでもやめてほしいなっていう考えだけは持ってますけどね今後活動としてはどうですかあのブラスさんの、まあ、いろんなね活動してますけども。 コラムも書き続けるだろうしタレント活動もあるだろうしこのねそうですね、うん、なんかあのー、まあもちろんこの団体も広めていってやっていきたいなって思うけども、うん、やっぱさっきちょっと事務所の名前で「オールモスト・ジャパニーズ」っていうそのおおよそこう悪くことしてなかったらいいやんかって、うん、なんかそういうアイコンになっていきたいというか。 うん今あんまり SNS をやったりもしてなかったんですけども<ー> SNS とかももっとやっていってどんどん叩かれても、うん、まあこうやって立ってなんか堂々と生きてる人おるんやなって見せれる人になりたいなって思う<ー>淳さんそうですよね今、うん、でも俺は叩かれるの嫌いなんで, <laughs> でやり合うんだったら直接言ってこいよって <laughs> 電話番号出すように言って。<laughs> <laughs> で、本当に悪いこと言ってきた人は、もう弁護士入れて、ちゃんとあの情報開示請求して、今、あのようやく一件たどり着いたんで。あ,<ら>ありがとうございます。ます電話来ますそれは。来ました。あ泣きながら、負けてくださいっていう。<ー> <laughs> 自社を負けてくださいって言って負けませんって言いましたいやでもめちゃくちゃそれって今の SNS のいろんな価値観が増える中でこうやって行動するってめちゃくちゃ必要かなと思うんでやっぱこれこの流れをもっと作っていきたいと思うそうね、うん、いやみんながどんどんやればいいと思う,そうあのコストは回収できるとていうのが分かったんで俺はもうあのー、今積極的に俺に対してのひどい誹謗中傷を探してるんですけどあれ以降全然ないです <laughs> あれ一個、全然なくな。とりあえずスクショを撮ったらいいんですか。そう、えっ、ー、とね、スクショもね、撮り方があって。なんか、きちんと時間とかが、わかるように、撮っといてくれって、俺は言われたあ。じゃあ、あの、取った時間が、イグジフデータというので、あの、写真撮った時間が、わかるようになってた。あ、そう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 ,そう,そう。なるほど。ちょっと、やろう。あの、わかりやすくまとめて、イラストあるんで。 あの後でチェックします。はい、<laughs> ありがとうございます。<laughs> ということで本日のゲストコラムニュースの小原ブラスさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。お聞きいただきありがとうございました。ロンドンブーツ一号二号タムラースのニュースクラブでは一週間で気になったニュースを週替わりのコメンテーターと振り返り、今週の気になるニュースもポッドキャストで配信しています。また番組は毎週土曜日午後一時から二時間の生放送でお送りしています。 田村さんの近況やゲストのリクエスト曲も聞けますのでぜひそちらもチェックしてください続いてのお題はこちら 689g を分かりやすく例えてくださいはいりんご2個 2> はいスマートフォン3つぐらいはいショパン一軒にジャブたっぷり塗ったやつはいお寿司27缶分はい3445カラットのダイヤ 皆さん伝わりにくいですよ。689g のパソコンがあるじゃないですか。FMV UH-10 です。高性能で超軽量。可能性が広がる FMV UH-10。FM